績を誇る北海道には、地球の丸さを感じさせる場所がいくつかあります。その中の一つである、昆布狩石展望台は、通常の観光ルートから外れていることもあり穴場の一つです。そんな昆布狩石を14年ぶりに訪れることにしたよ。右側にあるダートに入るよ。
以前来た時は転落防止策なんてなかったよ。高さ80メートルほどの崖から目の前に広がる太平洋をはじめ、東は釧路、南は襟裳と続く海岸線を一望する絶景が楽しめるよ。水平線か、地球は球体だということを改めて感じさせてくれるよ。昆布狩り石の楽しみの一つが、ここから道道線38号直別橋営線までのダートを下っているところだよ。VDC が作動したよ。カーブを曲がると樹林地帯だよ。右折します。昆布狩り石は、空の近さと海の広さを感じ、波の音を聞きながら、小休止するのには、もってこいの場所であり、しかも、観光地化されていないということで、お気に入りの場所の一つだよ。今回、残念ながら、撮影機材のトラブルで、素材が少なかったのが残念ですが、この前後の道程もすごく良い場所ですので、
リベンジあるのみだよ。